どうもリフォーム学です。このチャンネルは暮らしに役立つリフォームの情報を配信しております。今まさにリフォームを考えていたという方も、これからリフォームをしようかなという方も、皆さんぜひ最後までご覧ください。こちら私の簡単なプロフィールになっております。興味があれば止めてみてください。はい、というわけで今回は住宅省エネ2023キャンペーン関連の動画となります。その中でも今回は子供エコ住まい支援事業となります。この子供エコ住まい支援事業、簡単におさらいをすると、エコな工事とかエコな設備をつけたものに対して補助金を出しますよというものになりますね。こちら全ての住宅が対象になるんですけども、1戸当たり最大が30万円、そしてこの補助金子供エコっていう名称なので、この子育て世帯とか若者夫婦世帯に関しては15万円の上乗せがあって、最大45万円の助成金となりますね。そしてこの子供エコ住まい支援事業の補助金申請額の割合がついに 70% を超えました。もうすでに7割近くが消化されているということですね。残り3割となったこの補助金なんですけども、今までと同じペースで消化されるかと思うと、おそらくそうはならないです。ここからめちゃくちゃ消化のスピードが早まっていくと思われます。約1ヶ月前の6月3日から6月5日、この3、4、5の3日間ですね。ここに関しては6月3日 47%、 6月5日 47% なので、この3日間で 1% 未満の消化率だったんですね。それがこの 65% ぐらいを超えたあたりから、1日 1% のペースで消化されてます。現時点で残り 30% なので、単純計算で言っても残り30日でこの補助金がなくなるという計算になりますね。ただこの30日っていうのはかなり楽観的に見てです。おそらく 80%、90% を超えてから1日の消化率が 2%、3% に増加すると思われるので、おそらくあと30日はこの補助金持たないと思います。これから補助金の申請をしようと思っている方、もしくは着工してこれから予約申請をしようと思っている方、正直今限りなく赤に近い黄色信号です。こちらは月別の交付申請の状況になるんですけども、まずこの4月に関してはめちゃめちゃ数字が多いと思うんですけど、これは今まで溜まってた分が3月31日に一気にこうバーッと申請されたので、平均値を出すのは一回ちょっと4月は除外します。そうすると5月は222億円の申請、そして6月は239億の申請、だいたい毎月230億前後の申請というような形になりますね。それが7月に関してはまだ半分も過ぎていない7月12日時点で約150億、約150億ですよ。前月比と比べてももう6割を超えています。ここに来てかなり申請のペースが上がってきているっていうのが分かりますよね。じゃあここからは意外と皆さんが知っていない対象とならないリフォーム工事について説明していきます。万が一ここに当てはまる場合は、申請したとしても補助の対象とならないので注意してくださいね。こちらが一覧になります。まずはドアの一部及び欄間に取り付けられたガラスを交換する工事。これは例えば勝手口のガラスとか、あとは玄関ドア上の欄間とか、ここのガラス交換に関しては対象になりませんよということですね。なのであくまでも窓ガラスです。窓ガラスの交換をしないと対象にはなりませんというものですね。次に店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事ということで、簡単に説明すると住居以外のところは対象外ですよということですね。こちら分かりやすいイラストを参考にするんですけど、この下のラーメン屋さんは窓を変えてもトイレを変えても何を変えたとしても対象外ですけど、この2階が住居ということであれば、トイレを変えたりとかキッチンを変えたりするとこちら対象という風な形になってきます。こちら店舗併用等という風になっているので、倉庫とか事務所とか住居以外のものは NG という風になってきますね。ここ意外と間違って補助の対象になりませんでしたっていう方もいらっしゃるので、この倉庫とか事務所も NG っていうのは覚えておいた方がいいですね。次に住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取り付けを住宅事業者に依頼をする工事、いわゆる施主支給や在庫分離による工事ということで、これ例にすると依頼主の方が例えばネットとか通販とかでお気に入りのキッチンがあったのでそこで買いました、なのでこのキッチンを取り付けてくださいってリフォーム業者に頼んだ場合ですね、これに関しては補助金はもらえませんよということです。いわゆるこれが施主支給の工事ということですね。こういったことは全然あるんですけども、ただ今回の子供エコ住まい支援事業、補助金をもらう場合は対象になりませんということになります。なのでこれを知らないと、いや補助金もらえません、
ってなりかねないので、ここはですね覚えておいた方がいいかなというところです。次に外壁以外の部分、外気に面しない間仕切り壁の窓やガラス、ドアの工事、まあ、つまり外壁に面してない壁、部屋と部屋の間仕切りとかですね、そこについている窓とかガラスとかドアの工事は対象になりませんよということです。次に野外に設置した手すり工事や野外の段差解消の工事、つまり建物の外の工事は対象外ですよということですね。わかりやすく説明すると、この宅内の手すり、これは OK ですけども、この外についている手すり、これは対象外ですよということです。あとは太陽光発電設備の設置工事、太陽光パネルとかですね、あとは家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、まあ、いわゆるエネファームですね、エネファームの設置工事、こちらも対象外ですよというふうになっております。そしてリース設備の設置、まあもちろんそうですね、ご自分で購入したものに関しての補助になるのでリースは対象外。そして中古品を用いた工事、こちらも対象外となっております。この一覧を見て、そんなの分かってるよって方もいらっしゃると思うんですけども、実際ここに注意事項として載っているということは、過去にこういった工事の申請をしたか、もしくはこういった工事は対象になりますかっていう質問があったかということなので、この対象外の工事はしっかり覚えておきたいところですね。そしてもう一つ、今申請の差し戻しが多発しております。それの大半が既存写真の不備によるものになります。特に多いのが窓の写真の不備です。そこにちゃんと窓があるのか、外部に面した窓なのか、これが分からなくて差し戻しが起きているということですね。例えばカーテンとか障子を閉めたまま写真を撮ったりとか、雨戸とかシャッターを閉めたまま写真を撮ったりとか、これもちょっと差し戻しがあるみたいなんですけども、夜に撮影をした場合ですね、これだと外が暗くて見えずに、本当に外部についている窓なんですかということで、実際にこれ差し戻されてます。正直これに関しては僕含め周りの人もってなってましたけどね。なのでこれから交付申請とか予約申請をしようと思っている方はですね、まずはやっている工事が対象とならないリフォーム工事ではないか、そして既存写真に不備はないか、ここをですねしっかりと確認した上で申請の方をしていただければと思います。ちなみにですが、交付申請とか予約申請をするにあたって、まだ申請できるような状況じゃないんだけどっていう状態でも、入力できるものは全て入力しておいて下書きしておいた方がいいですね。現に私の案件もまだこれから着工の案件があります。ですが今すべて品番から写真からすべて入力をして、あとは着工の写真だけ入れればすぐに予約申請を出せるというところまで入力しています。もしかしたらここからバババーっと一気になくなってくる可能性もあるので、いつでもスタートできるようにこのクラウチング状態で待機しているようなイメージですね。そして着工したらすぐに提出をして予算を確保するというふうにしていますね。本当にここ 90% を超えてくると、この入力の時間が命取りになる可能性すらあります。本当に 90% から早いですからね。前回の子供未来住宅支援事業も 90% を超えてから、あれよあれよのうちに一気に 100% に達成してしまいました。なのでよし、これから申請しようっていう時に、終わっちゃったじゃん、マジかよ、数十万の補助金がもらえないってなりかねないので、今のうちに入力できるものは入力しておいて、極力申請ボタンを押すまでにですね、時間をかけないようにした方がいいと思います。これからもですね、少しでも皆さんがお得にリフォームができるように、新しい補助金の情報とか、今の補助金の進捗の情報とかもどんどん動画を更新しておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。この動画が勉強になった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。またここがわからないなとか、これを教えてほしいっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書き込みの方お願いいたします。そういった動画もどんどん作っていきますので、よろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。